聖書の一番初めの書は創世記と言います。その創世記の冒頭部分を詳しく学んでいきましょう。そこには神が世界を作り秩序を与えた話が巧みな表現で記されています。早速見てみましょう。聖書の最初の一言は、初めに神は空と大地を創造した、なんですね。翻訳によっては天と地となっているかもしれません。聖書で使われているヘブル語では、天とは単純に空のことを指します。そうなんですね。この冒頭の言葉は次の行から始まる物語で何が起こるかを要約しているんです。次の行には大地は荒れていて何もなかったとあります。ここはヘブル語だと大地は東風馬房風というふうに韻を踏んでいます。秩序がなく命もないという意味です。これは創造が行われる前の状態を表す古代の表現法で、現代の私たちならまだ何もない状態というかもしれません。聖書の著者たちにとっては存在しないとは目的がなく秩序もないということだったんです。次の行ではそれと同じことを違うイメージを用いて語っています。闇が大水の表の上にあり。大水って何のことですか？暗く無秩序な海のことです。これもまた創造の前の状態を表す古代の表現法です。さあここからが面白くなってきますよ。この暗い水のただ中に神が存在しているんです。神の霊が水の表を動いていた。神の霊はヘブル語でルアハといって、風とか息とか目に見えない神の存在を指します。目には見えないけど神は闇の中に存在し、秩序をもたらし命が繁栄できるようにする準備はできているんですね。はい、その秩序は6日間にわたって形作られていきます。6日とも神は言ったで始まり、夕があり朝があったで終わっていますね。はい、どの日も2節にある大地には秩序も生き物もないという問題に対応しているんです。1日目から3日目までの間に神は無秩序だった暗闇を3つの領域に分けました。そして4日目から6日目でこの荒れ地を生き物で満たしたんです。もっと詳しく見たいです。1日目に秩序ができた領域は光とともに始まりました。光あれですね。これは神ご自身の栄光の光で、それは闇を覆って闇を隔離し昼と夜に分けました。神は時間という秩序を作っています。そして2日目、天蓋よ水のただ中にあれ、水と水を分けるものとなれ。天蓋って何のことですか？聖書の著者たちの時代の古代文化では、空は水をせき止める固いドームのようなものだと考えられていたんです。ここでは神が混沌とした水を上の水と下の水に分け、それが空と海という領域になったことが描かれています。そして3日目、空の下の水は一箇所に集まり、乾いたところが現れよ。神は陸という領域を作り、それは混沌とした水から現れました。でも3日目にはおまけがありました。神は植物と種の入った果樹が大地から現れるようにしました。これで時間、空と海、そして陸という領域ができて、それぞれに秩序があります。ここから1日目から3日目の領域がそれぞれ生き物で満たされます。これが4日目から6日目の内容です。4日目には光るものが空の天蓋にあれと言われました。神はご自身の光を反映し象徴するものとして太陽、月、星の光を作りました。そしてそれらの光に昼と夜を分けるご自身の力を与えたんです。次に5日目、水には生き物が群がれ、鳥は地の上を飛べ。これは下の水の中に住む生き物と上の水の近くを飛ぶ生き物のことです。そして6日目には、大地は生き物を生み出せと言われました。これらの生き物は大地から現れました。そして3日目におまけの創造があったように、神はここでもさらに特別な生き物、人間、ヘブル語でアダムを創造しました。そして神は3日目に作ったすべての植物を豊かな食料として人間に与えました。神は作られたものについて何度も繰り返し、良かったと言っています。でも人間に関してだけは、
極めてよかったと言っています。はい、6日間の創造の中でその頂点は人間の創造でした。聖書に収められている最初の詩はその重要性について歌っています。神は人をご自身の形として創造した。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造した。人間は他の陸の生き物と同じように大地から現れますが、それだけじゃないんです。彼らは神の形なんです。つまり男と女は共に創造主が作られた世界の中で神を体現し代表しているということです。神は彼らを祝福していった。埋めよ、増えよ、大地に満ちて従わせよ、すべての生き物を支配せよ。これが人が神の形として作られた目的なんです。神のパートナー、また代理として全世界を管理するんです。すごい。6日目までの記述が終わると冒頭のキーワードにつながる結論に至ります。こうして空と大地とその万象が完成した。ただしあと1日残っていて、これは6日までのパターンとは違い、創造の物語のクライマックスなんです。神は7日目になさっていた技を完成し、すべての技を終えて7日目に休んだ。そして7日目を祝福し、この日を聖なるものとした。神は7日目に休まれました。これは神が宇宙に秩序を与えた後、ご自身の聖なる場所で休み、そこに住まうという聖書の基本的なイメージです。つまりこの世界全体が神がご自身の民と共におられる神殿のようなんです。7日目には夕があり朝があったというフレーズがありませんね。そうなんです。7日目には終わりがないんです。創世記1章は宇宙全体に対する神の理想を描いているからです。神がご自分のパートナーと共に永遠の調和のうちに世界を治めることですね。その通り、7日目は創造のゴールなんです。創世記1章の著者はこれを強調するために、この物語の随所に7という数字を織り込んでいるんです。創造の7日間があり、その創造が良かったという宣言が7回あります。また最初の節には7つのヘブル語の単語があり、2節には7の2倍の単語があります。そして7日目の箇所には7つの単語からなる3行があります。聖書の最初のページはただ単に世界がどうやって作られたかを記しているだけじゃないんですね。はい、神の目的は人間をご自身の形に作って被造世界を分かち合い、人間が神と共に永遠に安らぎ世界を治めることだと創世記1章は記しています。そしてこの目的は聖書の残りの物語の中で語られ続けます。